今日は私のおごりだ。デオンはまだ着ないよ。見てくる。姉さん、あなたなのですか。王家の死が私に告げている。そう思えてならない。それ以上王家の死を開いてはいけない。知ってはならないことが書いてある気がする。リア、私と共に来てくれ。リア。その魂が必要なのだ。王家の死を生まれ変わらせるために。デオン、まるで自分の記憶を思い出すみたいに。先ほどメアリー・シャロット王妃と謁見した際、リア様が降霊なさったことは覚えていらっしゃいますか。覚えてはいるが、でもそれが自分の記憶なのか姉さんの記憶なのかはっきりとしなくなってきている。リアはさっきどんな過去をお前に見せた。マクシミリアン・ロベスピエール。姉さんは王家の死を開こうとする彼を止めていた。必死に彼に危険が迫ることを何よりも恐れるかのように。彼はそれに応えた。姉さんの魂が必要だと。王家の死を生まれ変わらせるために。強い強い感情だった。今までにないくらいの。大丈夫か。もう休まれた方が。明日またそこにいたんだ。彼が、マクシミリアン・ロベスピエールがそこに。どういうことなのか説明できない。でも彼が記憶とか幻覚などではない実体を持った存在として、そこから私に手を伸べて。デュラン、彼と姉さんは。連れもなく、かしづくべき人もなく、私は一人、嘆きに暮れ、身も世もあらず。もういいわ。
今はなぜか言葉が虚しい。イギリス側の要求は何かつかめましたか？イギリス大使館の者たちも厳命を受けておるのか、金でなびく者もおらず、いまだ。では、イギリス本土からの報告は？例の4人が国王との謁見を果たし、近々メアリー王妃と外交補佐官ロバート・ウッドを大使館に招くとか。そのことならすでに聞きました。あ、マダム。マダム。今、大事な話をしているのがわからないの？それが…王妃様自らお越しくださるなんて光栄ですわ。お勉強の邪魔でなければよかったのだけれど。王妃様とお話しすること以上に学ぶべきことがありましょうか。お上手ね。本意を申したまでですわ。ルイもそういう機転の利くところをオーギュストに学ばせたいのかしらね。私のような卑しい身分の者から殿下が学ぶことなど何もございません。私はただ殿下と共に学ぶ機会を陛下より与えていただいたまで。だとしたらアンナをオーギュスト好きの侍女より外したのもあなたと共に学ぶためなのかしら。その件は私におっしゃられましても。私はてっきりあなたの心遣いだとばかり。ではあなたからも内務大臣に話をしておいてください。あの子はアンナがいないと泣いて仕方がないから。私でお力になれるのであれば。マリー様、マダム・ポンパドールはなぜオーギュスト様を？あなたが心配することは何もありません。あなたはこれまで通りオーギュストを見守っていてあげて。あ、アンナ殿下、どうされたのです？アンナと会えなくなるのなら、世は王にならずともよい。母なる者としての浄化、いかなる形であれ子を手放すというのは許しがたいこと。私もかつては母親であったことがある、故に理解できなくもない。殿下は子供にして子供にあらず、それが王家に生まれた者の宿命。分かっています。仮に今イギリスとの外交の問題を切り抜けたとしても、やがて次の問題が持ち上がる。殿下には次期国王として時代の流れを読まなければ、たとえ数百年続いた国家であれ滅びるということを知っていただく必要がある。その通りです、マダム。気づかせてやるべき者たちがその役目を担えないのであれば、私がやるしかない。後の歴史に権力を欲しただけの卑しい女と蔑まれることになろうとも。特別手当か？ご推察通り、こいつは俺の今後の活躍に期待すると本国フランスから送られてきた、せめてもの媚薬というやつだ。言い訳する程度には忠誠心が残ってるかと思ってたんだが。これこそが忠誠心ではないか。金以外で人を動かすことほど骨の折れることはない。それにしても酷な話だな。何がだ？デヨンド・ボーモンがリアにより二つなことがさ。兄弟だからな。あれだと復讐しに来たみたいだ。あいつにやらせるつもりはないさ。リュラン、今夜の結果次第ではフランスの未来が変わるぞ。
準備はいいのか。はい。長年お前たちを見てきた私ですら判断がつかなくなる。今お前がデオンなのか、それとも先生。自分をしっかり保つのだ、デオン・ド・ボーモン。先日の夜会の時のようにリアが降りてしまっては、あれは明らかにお前ではなかった。あれはリアだった。私は信じます。全ては姉さんの導きであると。姉さんの魂が真の冥福を得るためには必要なことなのだと。いらっしゃいました。リア、ようこそおいでくださいました。国王陛下のご命令でメアリー様にお仕えするためにはせ参じました。それでは従者のようだわ、ロバート。今宵はあなたも一緒に楽しみましょう。は。王妃様、先日の夜会でもお目にかかりましたが、ご挨拶もできず。フランスの騎士テラゴリーと申します。テラゴリー、これは失礼。当代随一の剣士にお目にかかれるとは思ってもいなかったもので。一昔も前の話です。ご歓談はどうぞお食事をなさりながら。失礼ですが、リア様はメアリー王妃様とはどちらでお会いになったのですか。それは。あれは夫が主催した歌会の席上でしたわ。そうでしたか。私も長く滞在させていただいておりますが、王妃様がリアド・ボーモンと面識がおありとはつゆ知らず、もっと早くお越しいただくのでした。無理もありませんわ。あの時のあなたとは別人ですもの。いかがでしょう、食後のデザートはサロンに場所を移して。実はロバートウッド様、本日はテラゴリー殿の剣術をご覧いただく用意があるのです。おお、御意。メアリー王妃様がご覧になられるのであれば、私も。素直におなりなさい。あなたのために趣向を凝らしてくれているのですわ。恐れ入ります。私も楽しみですわ。かしこまりました。準備はいいな。ああ、それにしてもリアの弟は何とかならんのか。先日とは別人ではないか。ロバート好みの女を演じているのだろう。それはそれは大した演技派だ。剣術をご覧になられるぞ、用意せよ。リア様の任務には演技も必要だったのですか。あいつなら演技するまでもなく人を魅了していたさ。あいつ？
これだ。考えずに移せ。はい。何をおっしゃいます。まだまだ現役の者など足元にも及ばぬ腕前。まさに神業、感服いたしました。喜んでいただけたのであれば、対戦してくれた若者に遺書まで書かせた甲斐がありました。目隠しをしていると手加減できませんからな。さ、補佐官。あ、いや、私はもう。どうかそうおっしゃらず、あなた様をお迎えするためにバーガンディの数あるワインの中からシャブリ、トンネールからは白、エピヌイユからはエリスグリの赤を取り揃えましたのに。せっかくなのだから私もいただきますわ。では私も。さすがはブルゴーニュさん、深い赤紫の中にガーネットの輝きがある。もしよろしければ王妃様にも今一度今日の日を祝して乾杯を受けていただけませぬか。喜んで。イギリス、フランス両国の友情を記して。フランス本土。読むなと言ったろ。まだか。終わりました。どうした。ジュラン様。昔はジョージも剣術を見ることが好きだったのですよ。でも今は詩人たちに夢中。詩人ですか。ええ。メアリー様、ん？詩もまた重要です。言葉なくしては神の法を知ることすらできません。聖書にもあるではありませんか。はじめに言葉ありきと。天は神の栄光を物語り、大空は御手の技を示す。昼は昼に語り伝え、夜は夜に知識を送る。話すことも語ることもなく、声は聞こえなくともその響きは全地に、その言葉は世界の果てに向かう。主の律法は完全で魂を生き返らせ、主の定めは真実で無知な人に知恵を与える。主はその手と正義によって私の魂を苦悩から救い、私の敵、私を責める者をことごとく打ち砕く。その真実と忠誠の名において私はお前に報復する。血が断たれたか。案ずるな我が息子たちよ。かの魂は器と共に現世にその身をよみがえらせようとしている。この時を待っておったか。かの魂がメアリーと同じ存在になろうというこの時を開くがよい。王家の死を我が最愛の息子マクシミリアンよ。
剣術も素晴らしかったが、あなたの詩の朗読もまた素晴らしかった。この次国王に歌会に誘われました折は、あなたもぜひご一緒に。こんなに楽しい夜会は久しぶり。ぜひ王宮に来て二人きりでゆっくりお話ししましょう。私とあなたは同じ、他人とは思えない。おやすみなさい、リア。これは、よし、早速本国に送り届けよう。これはすごいぞ。気づかれなかったようですね。先が見えぬ。心配するな。奴には一部欠けた書類を渡してやる。そのことを案じているのではない。デオン様のことですか。二人のことだ。デオンとリア、二人の。行かないで。あの男も所詮は権力者に忠誠尽くして喜ぶ手合いだったのかな。まあのおっかねえじいさん相手なら無理もねえかもな。乗り換えるか。しょうがねえ。今は出方を待つか。